さ、しゅんちゃんのしゅんです。さ、今日は千戸蟹牛山、千戸蟹牛山に来ております。ちょっと初めての道東でのバックカントリーでございます。めちゃくちゃ今日天気良くて、本当は登るつもりなかったんですけど、予報では天気荒れるはずだったんで登るつもりなかったんですけど、昨日の夜、天倉 A ということで、これは登るしかないと、ちょっと今日は急遽山に来てみました。どうもこちらの方ではやっぱり人気の山なんでしょうか、日曜日ということもあるんでしょうけども、結構車止まってました。今日登ってる方多いのかもしれません。結構多分あの山だと思うんですけど、トレースもたくさんあるので天気もいいし、ちょっと初めてなんですけど安心して登れそうな感じはしています。結構先行の方もいらっしゃったんで大丈夫かなと思ってます。では約40分登ってきました。ちょっと皆さんが登っているルートと違うルートがあったので、そっちを登ってきたんですが大失敗です。ちょっと映像は残ってませんけど、ちょっと滑落しそうになるぐらいきついトラバースで、正直ちょっと滑落しました。で、林の中だったんでかなりスクルートが引っかかって、もう滑落2回ぐらいですかね、しそうになっちゃいました。で、ちょうど開けたところ出たんですけど、あれが車を止めた駐車場、北見峠の駐車場です。あれが多分大雪山系だと思うんですけどね、いい眺めです。最高の天気で、目指す山もちょっと見えてきました。疲れた。何のアンテナでしょうね。やばいっすねこれ、すごいロケーション。1時間半登ってきました。ここまでずっとほぼ平坦だったんですけど、初めてヒールリフター上げる状況になりました。ちょっとシャドウが上がってきました。工程は長いって聞いてるんですけど、その間はほとんど平坦で最初は歩きやすいかもしれませんね。約2時間登りました。ちょっと体力が落ちてるんですかね、かなりきつくて珍しくちょっと下ろして休憩です。ただとんでもなく天気がいい、晴天です。最高。今だいたい標高1090m 付近です。千戸蟹牛は1440ぐらいですか、ですのでこれからまだまだ登んなきゃなりません。で、
1340付近まで降りてきましたけども、もうこの山頂付近はかなり硬いです。ただ皆さんが下ろしてる向こう東面って言ってましたけど、あっちはパフパフパウダーですね。すごい良さそうですけど、登り返してこなきゃならないんで、今日時間もそんなないんで、ちょっともう戻ってきちゃってます。向こう、まあ、ちょっと GoPro では見れないですけど、車を置いてきた駐車場見えてきてます。あそこまで戻ります。でこの先の 1258 方ですね、ここからは結構登りた時もパフパフだったんで、逆にちょっと楽しめんじゃないでしょうか。バックされてるのがきつい。いや、ここまで下がってくるとあとは登り返しがあるんで、スクートとかボードはきついですね。
そしてでも 1000m まで降りてくると全然気温が違いますね。あったかい。トレイルライドしてるみたい。多分もうちょっとなんですけど、もうつらいっす。押し、ほとんど押しです。下りはきつい。下ってません。はい、下ってきました。さあ今日は千十谷牛山、初めての道東のバックカントリーでした。まあ思った以上に雪はあったんですけど、上の方は結構もうガリガリというかかなり固めで、まあ、場所によってはウィンドパックがされてて柔らかいかなと思ったら下が結構硬かったとか、結構上の方はちょっと滑りにくかったですね。で、ハイマツもまだちょっと埋まりきってない感じで結構足が入っちゃったり、結構上の方は厳しかったです。東斜面の方がですね、かなり条件良さそうでした。で、皆さんやっぱり慣れてる方はそちらの東斜面を満喫してたようですね。ただ東斜面を滑っちゃうとまたそこ上り開始しなきゃならないので、しかも結構急斜面ですね、まあ、かなり時間が余裕がないとちょっと厳しいかなという感じでした。ちょっと今日私のスタート時間がもうかなり遅くなってしまったんで、ちょっと時間的な部分とあと久々にバックカントリーしたせいか、ちょっとどうも今日は体力がちょっと厳しかったですね。今もちょっと左足が痛くてちょっと疲労が溜まってるようです。まあ、またですね、どこか調べて道東の山のバックカントリーどこか登ってみたいと思います。いやでもとにかく今日は天気が良くて最高でした。まあ、次も天気が良ければいいなというところです。では本日は道東の千十谷牛山バックカントリーでした。では次の動画までお待ちください。さよなら。